海外で学ぶということはとても不安でした。来る前の私の英語力は全くもって高くはなく、普通の高校生でした。小さい頃はツーリズムやホスピタリティに憧れていて、ツアーコンダクターになりたかったです。家族でよく旅行やキャンプとかですごいアクティブに行動していて、以前、祖父母と家族で箱根に行った時にすごく楽しくて、もう一度連れて行きたいなと思ったので、そこからツアーコンダクターに興味を持ちました。そして高校生の時にはそのツアーリズムとも関連の深いホスピタリティとかコマースにも興味を持ち始めました。なので高校卒業後にはその両方の含まれるイベントマネジメントを学びたいと思うようになりました。日本の大学ではイベントマネジメントを専門的に学べる学校がなかったので、オーストラリアのTAFEでイベントマネジメントを学ぶことを決意しました。大学よりTAFEの方が先生との距離が近くて、地元の学生も多いので、よりネイティブに近い英語を学べると思ったからです。費用が大学より定額というところにも魅力を感じました。英語には興味を持っていたので英会話や IELTS の塾に行っていたんですが、スピーキングよりもリスニングやライティングに力を入れて勉強していたので、話すことはとても苦手でした。イベントマネジメントのコースの前に英語コースに通っていてよかったです。自然に囲まれた環境で勉強したかったことと、あと比較的日本人の割合が少なかったのでパースを選びました。オーストラリアと日本との時差が1時間しかなかったことと、あと気候がとても暖かくて過ごしやすいと聞いてたのと、治安がとてもいいからです。と電話する時も家族にも時間を気にせずにかけることができるので、すごくその辺は助かってます。単語を勉強するのはもちろん大事なんですけれども、英語を話すための勉強するのも手かなと思います。なぜなら私自身パースに来た時にリスニングやスピーキングですごく苦労したからです。英語のポッドキャストを取り入れた勉強法もとても大事だと思います。日本人独特のアクセントがあることは仕方がないことだと思っています。それはバックグラウンドの味が出ているわけで悪いことではないですし、むしろとても素敵なことだと思っています。堂々と英語を話すことで英語力を上げるチャンスになるなと個人的に思っています。少人数制で先生もとても親切でいい環境で学べたと思います。毎回授業後に先生に声をかけてもらったことと、メールで質問するとすぐに丁寧に返信してくれることと、あと何度先生に質問しても嫌な顔せず分かるまで教えてくれるところです。TAFEでイベントマネジメントを勉強している間に、コロナウイルスの影響でイベントやホスピタリティの業界に不安が出てきたこと、 TAFEのイベントマネジメントでマーケティングの授業が一番楽しかったので、大学ではマーケティングを専攻しようと思いました。将来はまだ具体的には決まっていないのですが、日本とオーストラリアの架け橋となるようなビジネスを展開している企業で働きたいなと思っています。